実際チャナティップに関しては、1年目はこう攻撃的な部分ってそんなに出てなかったんやけど、まあ、2年目監督がペトロビッチになってから、まあ、ツーシャドウの一角を、まあ、やるようになってさらにこう攻撃的な、まあ、良さみたいなところが出たと思うんやけど、実際こう対戦してみてやっぱりこう危険な選手として常も捉えてる感じなんかな。そうですね、うん、あんまり言うとあれやけどそうやね、これからまだ対戦があるわけやっぱり札幌の中での間違いキープレイヤーの人やと思います。あとまあ開幕戦に当たったマリノスにはティラトンがいてて、まあ、彼の印象もちょっと聞かせてもらいたいけどね。まあ何より技術、基本技術が高いし、まあ、攻撃の部分で特に特徴を生かしてマリノス のサッカーにフィットしてるなと思いますね、うん、まあ、パンチ力もあるし、はい、我々も実際去年はやられてるしミドルシュート、うん、まあ、J リーグに慣れて神戸に来てからねどん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 、うん、良くなっていってるという印象は受けますね、うん、やっぱり自信をつけていってるというふうに思います、うん、やっぱりこう、まあ、選手ってやっぱりいろいろ学んで成長していくものだと思いますしね、そういうものがまあタイから先駆者として来た彼らが見せることで、うん、まあ、だいぶなんかこうタイの選手たちには刺激になってるんじゃないかなと思って見てます、うん、いや間違いなく、まあ、俺の活動で最初それこそ2012年の1月始めた時ってもちろんね J リーグでタイの選手がほんまにプレーできんのかみたいな感じの、まあ、世間でというかそういう評価やってるけど、まあ、今実際ほんまにあれも彼らが J リーグでプレーすることで子供たちにね、実際僕、うん、俺もチャナティックみたいになりたいかとか、うん、ティーラトン、ティーラシみたいになりたいかっていうことを発信できるっていうのが、まあ、すごくなんていうかな、ちょっと時代が進んできたなっていうのもあって、チャナティックとかもなんか海外のチームからもとかね、そういうのも聞くし、なんかこれがまたチャナティックがここからヨーロッパとかね、行ってくるから、また話がね、大きい。まあでも間違いなくその J リーグの若手をこう見てるスカウトのなんか網には引っかかるやろうし、そういうのは思いますけど、ね、まあ、常はまあ、ジュニアユースとか、まあ、ユースとかの、指導歴もあるんやけど、この年代はこの部分をまあ、大切にしないといけないみたいなところって持ってるのかな、まあ、ちょっとざっくりしすぎてるけど、まあ確かジュニアの頃は本当にボールを扱うところ、こうテクニックのところを、うん、でもそのなんかこうリフティングばっかりするんじゃなくて、はいはい、止めたりとかいうところ、相手がこっち側来るからこっちに止めれるとかっていう、その、まあ、ゲームの状況に、近いものを作った中での技術的なトレーニングをしてほしいなとやっぱり思いますね。なるほど。で、まあ、中学生ぐらいになってきたらやっぱり本当サッカーを、戦術的というかやっぱサッカーを知るっていう作業を、やっぱりしてほしいですね。だからいろんなプレーがある中でどのプレーを、グラウンドのどこの状況で選択して実行に移すのかっていうところ、それがじゃ あスコアも含めいろいろ正しいのかとかどうかとかっていうところを考えられるとか判断できるようになる、早くねやってほしいなというふうには思いますね。でそういうのが中学生ぐらいにクリアできて高校になっていったらもう本当にフィジカル的な要素も伸びていって、この競争のところに勝っていくというところにより入っていくべきなんじゃないかなと、まあ、ざっくりしてますけど、まあ、自分がジュニアユースを見たときに思ったのは、やっぱり、なんかこう、どうしてもね、グラウンドが使うのが、まあ、エリアが限られてたり、週末になったらいきなり大ゲームになって、なんかこう練習とゲームっていうところが少し結びつかへんなっていうところはあって、なるほどなるほど、高校生になってもそういう戦績のところが少し
足りない選手が高校に入ってきてるなっていうのもまた見てられるし、うん、なるほど、まあ、そういうところを、まあ、選手自身で気づくのはなんか難しいから、やっぱりそういう意味では中学生小学生年代に携わる指導者の人たちのトータルのやっぱりこうレベルアップっていうのも大事だなというふうに思います、うんうんうん、なるほどな。まあアジアのサッカーのファンとか好きな方も多少見てくれていると思うので、そういった方々に対して一言お願いできますか。まあ、アジアの、まあ、サッカーがトータルにこうレベル上がってきてるとは思うんですけど、うんうん、まあ、でもやっぱり同じくヨーロッパのサッカーやったり南米サッカーもレベル上がっていってるし、まあ、そこを目指していくためにやっぱり横の連携もねしながら、やっていきたい、いく必要あるなと思ってます。で昔そのブラジルのワールドカップで、テクニカルスタディグループの一員として、はいはい、なんかこう行く機会があって、うん、なんかやっぱりあそこでアジアのチームが活躍することっていうのはすごく誇りに思えたし、うん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 、アジアのチームが結果を出すことでやっぱりアジアの枠を確保できたりとかっていうところのね、うんうん、つながっていくし、なんかやっぱりこうお互いの指導者の行き来も含め選手の行き来も含め、なんか常にこうお互いが刺激し合うような間柄であれたらなと思います、うん、ぜひあの今年活躍を期待しています。ガンマのタイトルがあるので、はい、ぜひ頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとう。皆さん頑張ってください。はい、ありがとうね。はい。